主演作作が2とともも韓国でも公開ししたことすごく嬉しく嬉思います全く違う,こう2作なんですけど実はあの稽古を目を済ませてあのこの映画の方が先にクランクアップしていてその2日後からあのクランクインした映画なんですね「やがと海へと届く」というのは肉体的にはちょっと稽古が半分入ってるんですけどそれはもう本当にネタバレというか肉体ネタバレというか。 なんかね、あのそれでもやっぱすごく違う作品になっていて、まあえー、稽古っていうのはやっぱ生き方の話だと思っていてよりなんだろう,こういろんな人を自分に重ね合わせることができるのかなと思うんですが中川組の方は、まあ、あの日本映画というようよな気がしますどんなふうな感想を韓国で持っていただけるのかとてもうん楽,楽しみだなと思います。